まったく人だらけで限りなく言ってほしいな。本場を体感するなら中華街だって言い出したのミケ君じゃな。うるさい、黙れ。あ、ここで売ってる中華まん美味しそう。そんな寄り道してる暇はない。ほかほかだよ、美味しいよ。仕方ない、100本譲って付き合ってやる。そういやミケ君は中華街に来るわけ聞いてなかったんだと。ああ、中国を習い、だから本場にこだわったんだね。でも覚えてどうするの。お前には関係。神戸中央区元町駅前、今日からドキドキに半々行こうもさ、大人中高生おばちゃんにこんにちは。ダメダメ、ここではあなたもニーハオ。マジでテキスト3ページ早くも、ここはとにかく出身に勝つぞ。1万3000の月謝は安くない。ハオハオダジャご機嫌いかが。お母さん、おうばさん、ママ、ここはどこ、君は誰。 CJ が大好きだ、ワンリーホンリー大好きだって言うため、ハイチャイナ、ちょちょ夢心地、 ER ファンクラブ、だんだん君と同じ言葉が使えるね、もう愛に言えるかな。いや、ほらこのパンダの置物かわいいでしょ。うるさい、俺の台湾旅行計画を台無しにする気か。なんだ、台湾行きたかったんだね。お前も行くなら一緒に勉強しとけ。はい、そこで知り合った女子高生ミカちゃん、いわく台湾で手帳のコンサート、それは行かなきゃダメだ。ところでミカちゃんしれっと言ってるけど海外だよ。マジでエンジンかかってんなミカちゃん。ここはとにかく便乗して頑張るか。6万数千の旅費も安くない。それでは最先輩と探さなきゃ。すみません、お嬢さん、シャオチー、これ一ついくらでしょう。シャオチー、天国のレスリーちゃんにおやすみなさいって言うため、ハイハイチャイナ、ちょちょ夢心地、 ER ファンクラブ、だんだん君の伝えたい気持ちがわかってく。憧れて夢中になって、1ヶ月2ヶ月半年過ぎた。リア友は少し減ったけど、それも仕方ないや。はいはい、チャイナ、ちょちょ夢心地、リアルファンクラブ、だんだん君と同じ言葉が使えるね。ハイハイチャイナ、ちょちょ夢心地、リアルファンクラブ、だんだん君の伝えたい気持ちがわかってく。もう愛に言わせてよ。